バック津波前書きこの日本についての物語は私の思い出から生まれたものですかつて私は海辺の丘の中腹にある小さな日本家屋に住んでおりましたある夏 津波がやってきて浜辺の漁村が流されたのです。ですから紀乃とジアのこの物語は本当にあった話だと言えるかもしれません。この本のための挿絵について考えた時私にはこの挿絵を単なるイラスト以上にすべきだと思えたのです。 挿絵は日本の国と人々の精神を表現すべきものです。日本は美しい国です。そんな国だからこそ挿絵も美しくなければなりません。そんな絵をどこに見つけられるでしょうか。そうです。偉大な日本人の画家たちが描いた絵の中にあるはずです。 私の日本の版画の本を見るうちにこれだと思うものを見つけました山浜洞結、村丘小島大波もちろんこれらは木のや爺やの絵ではありません彼らの住んでいる土地や海の絵です 危険や死を恐れず簡素に生きながらも多くのことを成し得た勇気ある少年たちをその土地や海がいかにして育んだのかが計り知れる絵ですここにある版画は随分前に名高い二人の画家北斎1960年から1849年 広重1797年から1858年が書いたものです。二人とも自分たちの国をあるがままに描くことを他の誰よりも愛し北斎は特に漁師や農民やその子供たちを好んで描きました。北斎は 働いている人々や遊んでいる人々が好きでたくさんそういった版画が残されています広重は風景や小鳥が好きで特に狩りと月や松に詐欺の雪景色を描いていますこの二人の画家は日本の上官や人々を 絵の中に表現することができたのですこういうわけでこの物語のためにこれらの版画を選んだという次第です物語を読みながら長い間じっと絵を見つめてごらんなさいそうしたら日本に住むことや木のとやのことがよくわかると思いますそして、 二人のこの前書きは1947年カーティス・パブリッシング・カンパニー発行「ザ・ビッグ・ウェーブ」より抜粋したもので原書では北斎と広重の版画が挿絵として入っていました。